はいどうもこんにちは、ジーです。ということで今日はですね、もう早速ですよ、おかわりくん育成完了してきました、スピリッツが3700という感じで、サード、やばい、サード適正が特集してないですね。なんていうんですかね、試合をもう撮影しちゃってるんですよ今。やばい、本当にこれはちょっと申し訳ないです。なんですけど、とりあえず、サードの適正が特集で71まで上がります。まあでも結構いい守備してるんで、試合で1回2回ぐらいですけど、1回ぐらいかな、はい。まあちょっとその映像もね見てもらいたいなと思うんですけど、で特能もねマックスにしっかりとしてきてあります。ちょっとやらかしちゃいましたねこれ、本当に申し訳ないんですけど。でもまあ69と71で、まあ、どんだけ変わるのかって言われたらね、まあ体感できるかどうかがちょっと難しいところかなと思うんで、一応こうまあ B ぐらいあるよっていう感じで今日の動画見てもらえたらなと思います。いや本当申し訳ないんですけど、とりあえず今日は、アーチストオーダーでいくんですけど、本当に超やばい試合が3試合続いてるんで、まあ、ぜひ最後まで見てもらえたらなと思うんですが、結構ツーシームの打ち方とか、あとは下方向のツーシームの打ち方とか、まあ、そこら辺ちょっとこう打ち方わからないよって方はですね、ちょっとゆっくり見てもらえたらなと思います。ということで試合3試合なんですが、いきましょう。さあということでやっていきますか。今日のオーダーはこんな感じです。めっちゃ強そう、見た目は最強ですよね。ああでも高校でした。一応みんな知ってると思うんですけど、最初のあのオーダーの画面で左側にいると、高校で、自分が右側だと先行って感じです。まあそれは知ってるか。でとりあえず今、ワンアウトなんですが、まあ抑えて、ここはもうバッティングでポン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 打ってコールド狙っていこうと思います。ゼロで抑えられたらですけどね。オッケーオッケー、おおかわりくんナイス。いやどうですか、ナイスナイスナイス。まあ補給がちょっと今のね打球が速かったんで、びっくりマークついてもおかしくないところだったんですけど、めちゃめちゃいい守備。ちょっとこれ怖いですけど、アウトコース行ってみますか。アウトコースでうまいことゴロで流してくれたら無理かな。さすがにそこはこっちで配球で操作はできないんで、守備がねちょっと、まあでもいいとこ見せられたかな今のは。はいナイス。さあおかわりくんがいい守備してからの1番です。はいこれはね結構本当におかわりくん一番いいっすよ。おかわり出たらマジで能力爆上がりなんで。で、大野投手ね、インコースのストレートに気をつけるべき、マジで大野投手は。テイ、さあフルカウント。あマジで大野投手今日休む暇ないっすからね。あー入ったんじゃない、よし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 、いきなりデビュー戦からこれおかわりチャンス。あでもあ高校か、高校なんだよな。いやさすが飛ぶわ、最強すぎる。で今日はなるべくなら、まあ、繋いでいく野球よりも、もう本当にホームランっていう感じで一発攻勢で試合決めたいなと思います。よっわやばいぞこれ。いやそういえば今日王さん2番なんですよね、いつも9番なんですが。で3番がギータ、うわーこれ神ってるかもしんない。で変化量マイナス1ね。 OKOKOK、 これあるぞマジで。ノーアウト5本全あちょっとやめときますわ、そういうのは。またフラグ立てちゃいました。いやそういっちゃうんだよな、そういうのどうしても撮影してると。これいけんじゃねえみたいな。ある、あーヒットくそー、5本連続行きたかったけど、5者連続でさすがに無理だった。ただめちゃめちゃアーチストオーダーは面白い。 OK、 ここはさすがに変化量マイナス1ではないですね。 OK、あボール球か、振っちゃった。いやもうねあの瞬間気づいても手が止まんないんすよね。みんな多分わかると思うんすけど、もうボールが半分ぐらいまで来て、もうね打つ準備しちゃってるんすよねその瞬間に。はい、でここは中地だから多分変化量マイナス1じゃないよな、うんぽいですね。まあこの中ででもなんだかんだで一番打ち慣れてるのは中地かな。中地に次いで、まあブーマーおかわり君とかっていう感じです。ヒットうん繋いでるね。で大谷選手で、大谷選手はね多分右バッターだとしたらずっと使ってると思うそれぐらい打ちやすい、なんかギータよりも扱いやすいっすね。おっいやボール球だけど、あファウルか、あ1本出たら勝ちか。フルカウント決めに行こう。なるほどそうですか。おっいや流したけど、そうか、まあ、今のは別に悪くなかったかな、まあ、ミートはしっかりできてたんで、まあ、タイミングのみかな。危ない危ない。さあ3ボール、外はねこういう機械でしか使えないんで打つしゃいやーかっこよすぎんなマジで。みんな外が決めてくれました。1試合目はOK、 とりあえず2試合目行こうと思うんですが、おかわりチャンスはですね、おかわりチャンスっていうか、おかわりはおかわりの企画は、生放送でやろうかなと思っております。いや厳しいか、打たれたら怖いしな、ランク戦だし甘いんだよなこれも。よしおかわりくん、あ違った中地、ボール球のフォークで
お願いお願いお願い。あ、おかりくん、うん、普通の守備、まあまあまあ、うん、安定はしてますね。じゃあ行きますか。2試合目、2打席目ですね。高校なんですよね。高校がちょっと、うん、先行が良かった。これまた回ってこないですよ。おお、アウト。うん、別に悪くはなかったんですけどね。ちょいタイミングが遅かったかな。まあまあまあ、でも生放送でおかわりくんはね、めちゃめちゃ見れるはずなんで。はい、ツーシームはやばい。意外とこういうツーシームって、あ、ずれたツーシームか。うん、ナイスヒット。うん、変化でマネスイッチじゃないよな。いや、コールド行きたいですね。2試合連続で。さあ、スリーボール、ここは入れにくいのかな。ツーシーム、さあ、ギーター、ナイスツーラン、かっこいい。あの振り抜いた感じがやっぱね、ギーター一番ですね。いや、相変わらずミートが、マイナス15、えぐいです。やばいやばい、振っちゃった。あー、ナイスヒット、ほんとね。いやー、もうミートがきつい、本当に強いっすね。まあでもアーティストなんで、ミートはそんなにそんなにこう関係ないかなと。パワヒの選手はね、ミートすごい大事だなと思うんですけど、アーティストはそんなに関係ないかなと思います。やっべ、いやー、コールド、まだワンアウト。よーし、よく見た、フルカウント。ちょっと打ちそうになりました。あるぞこれ、うっ。いやー、ミスってんだよな今のは。そう、ちょっと下手ですねこの試合は。これはちょっとむずいな、線の上。さあ、来い。よいしょー、ナイス。インハイストレートは正直ね、僕入れなくていいと思う。うん、危なすぎます。大概打つボールとか打たれるボールってこういうインハイが多いと思うので、結構ね、インハイ、インローのストレートツーシームは本当に使い方気をつけていますね僕は。はい、さあ、ツーツー。あー、フルカウントか。また外が決めんのかこれ。あるぞ。おっ、あ、え、入った。入るんだあれ。いや、タイミングしっかり流そうとはしたんですけど、うわ、すげえわ、高額のアーティスト。外めちゃめちゃ打ちやすいし、強すぎます。まあ今のが本当にミート関係ないってやつっすよ。アーティストは本当に関係ないっす。さあ、3試合目、また高校です。やっぱね、セカンドショートの守備が一番多いんで、やっぱそこの選手の、守備適正が一番重要かなっていう感じですね。サードくれー、お願い、サード。お、うし、うん、やっぱりね、そうなんですよ、ショートなんですよ。で、インハイストレート使うならこういうボールです。はい、ここね、ずれて入ると、まあ、危ないですけど、でもまあ、え、中地すげえな。よっしゃ、決めに行きますかって言っても、また大野投手なんですけど、ミートマイナス11、特能の差がちょっときついっすね。行きましょう、3試合目、3打席目。ちょっと大事に行こうかな。打ちたかったな。ほら、ヒット。くそ。いや、別に悪くないよ今の。なんかラインドライブって感じでした。しゃあない。なんで、まああれっすね、コールドっすね。うっそ。そっか、大野投手の場合はこういうインコースのストレートが強いんですね。うん、手が出なかったっす。これが山本投手とか千賀さんなら多分打ちに行くっすね今の。ここ入れてくるんじゃないですか。よし。いや、見えてんね今日ボールが。おっしゃ、あ、ヒットか。うーん、ちょっとボールの上振っちゃったような感じだったな今の。とりあえず、まあ、おかわりくんが帰ってきて先制ですね。さあ、ブーマー、あるぞこれマジで。いや、もう言わない、何とは言わない。言うわ。ノーアウト、コールド目指します。よし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 。おっしゃ、スリーラン、あと1点。5番中地か。ここヒット打ってまた外で決めちゃう。いや、アーチストの中で中地が本当に一番好きだな。早すぎた。何なんだろう。まあブーマーもね、もちろん打ちやすくて好きなんですけど、なんすかね、能力 1.5 倍ぐらいに感じます中地って。なんででしょうね。あー、フルカウント、あるぞこれ外。ただ、ゾーンに来たら打ちに行く。うわー、入った入った、よっしゃ。3試合連続コールドでした。うわ、最高だ、楽しかったです、ありがとうございました。